ヤガチャガチャンネルは。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はいどうも皆さん、ヤガチャッチャーというわけでございまして、ヤガミことヤガミハヤテでございます。というわけで5月31日の水曜日夜の10時となりました。いかがお過ごしでございましょうかね。あのジャケットを買い替えて、ワイシャツを買い替えて、ネックレスを買い替えたらヤクザみたいになりました。どうもヤガミですね。というわけでございましてね、あのですね、意外と嫌いな感じじゃないですよ、このスタイルね。はい、というわけでございまして、あの最近のねヤガミの悲しい報告、もうラジオのユーザーさんにだけ教えちゃうね。ラジオのユーザーさんには教えるけど、あの生配信のユーザーには一生教えねえっていう話題。あのヤガミね、なんだろう、コロナの影響もあるのかもしれないんだけど、明らかにね毛量が減ったことに対してへこんでてね、なんとかできないかなと思ったんですけどね、あの振りかけるといい感じになるスプレーを見つけましたね。よかった、これで根幹は治ってないけど、パッと見た感じ悪くない状態にあの持っていけてるので、まずは自尊心を保つね、これ意外と大事ですね。根幹治療って大事だと思うんですよ。やっぱり根元からしっかりと良くしていく、そんなことできるんだったらやりたいですよね。それがやれるんだったらやりたいですよ。でも必ずやそれが叶うとは限らないね。一回ねリーブ21ですか、行ったんですよ。で行ってね、なんか見てもらって、で、ね、あーだこうだってやったんですけど、治療費が200何十万かかるって言われて、車買えんじゃねえかと思ってね。やっぱそうなると1400円で売っているスプレーでなんとか、スプレーじゃねえや、粉が出る缶でなんとかなるんだったら私はなんとかしたいね。本来はねこういうのっていうのはある程度ね隠してお話しするというかね、言わないようにするっていうのもねあるんでしょうけど、逆に言うと私はそれに悩んでることも伝えたいし、悩んでる上で何か解決の糸口があったらそれも報告したいと思ってるので、糖尿病とねあのイコールでまあこういうお話もしちゃいましたっていうね。もう34歳の切実な悩みね。まあ34歳だもんね。あのね、うちの親父ねハゲて糖尿病なの。遺伝かもしれないよね。遺伝かもしれないよね。やだー。はあ、ねえ、文句言っててもしょうがないから頑張りますか。はい、というわけでそんな感じでお送りしております。私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしております、ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオでございます。今週もですねこんな感じでグダグダーンと喋っていきたいと思っておりますので、よかったらお付き合いよろしくお願いします。というわけで今週も30分、というわけで本編スタートです。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。今月の築地報告のコーナー。はい、というわけでやってまいりました、今月の築地報告のコーナーです。こちらのコーナーはですね、毎月テーマトークに沿って皆様からお便りを募集しているコーナーです。というわけで今月募集しておりましたお手紙のテーマはこちら。ダメ、もうついてけないって思ったこと。はい、というわけでございましてね、はい、こちら読んでいきたいと思っております。というわけでこちら、先発投手はいつも通り、ね、ペンネームハッピーハッピーのけせからいただきましたが、あともうあと全部6月、あと全部6月、俺この手紙に全熱量を注いでいい、注いでよさそうだね。 OK、 というわけでございましたのでいきましょう。ついてけないよってネガティブになりがちだけど、そうじゃないのもあったりするなってお手紙書いてて気づきを得たりしました。ハッピーに行きたい、そんなケースです。ヤガミさん、ヤガチャチャ、おいヤガチャチャ、これは嬉しい悲鳴のついてけないようなのですが、ケセのお気に入りのにゃんこ靴下シリーズがシーズンごとに種類が続々と増えていて、集める手が追いつかない、ついてけないよう状態になっています。わーい、嬉しい。お気に入りなのでやっぱりどの靴下もテンション上がるし、好きの中からさらに好きだなって思ったものを選べるの贅沢の極みで、ハッピーだなと思うばかりです。強いて言うならば、もっと猫が全面にプリントされたすごい圧の靴下も作ってくれてええんやで。ヤガミさんは嬉しいタイプのついてけないよってお話ありますか。おー、なるほどね、嬉しいついてけないか。あー、もうねポケモンがわからん、本当に。なんか1000種類超えたでしょ、あれがねもうね追いつかないね。なんか600何歩まではほぼ全引きに等しいレベルでついててたけど、サンムーンぐらいとかソードシールドのあたりからちょっとだけ不穏な空気が俺の中で流れ始めて、でもスカーレットバイオレットやってる限りではもう正直全然わかんない。まあ
本当はね分かるのが一番いいんだろうなと思いつつなんだけど、なんて言うんだろうね、やっぱりさポケモンって難しいんだけどさ、その場その場で出会っていくモンスターがおって、でそこでもちろんながらこのキャラクター可愛いなとかいいな使いこなしたいなみたいなのもあるんだけど、今回のねスカーレットバイオレットがね、まあこれはいろんな人の意見があると思いますからね、ヤガミの意見が正解とも言ってないでしょうし間違いとも言ってないことをご了承の上で聞き流してくださいね。過去史上ポケモンの中で最も印象に残らなかったポケットモンスターだなと思っていて、でこれがなんでかっていうと、まあコライドンでもミライドンでもどちらでもいいんですけど、基本的には要は今回のポケモンっていうのが伝説のポケモンに乗っかっていろんなところに行けるようになったんですよ。崖飛び越えられるようになったりだとか、海行けるようになったりだとかっていう、今までだったらそれぞれのポケモンに専任でお願いしてたことっていうのが全部できるようになったんですね。で初めて、がっつりとオープンワールド、要は全ての世界が地続きになっていてローディング時間とかも特になく遊べるポケットモンスターとして、発売されたわけでございますが、おかげで決められた道がないんですよ。で決められた道がないって一見するととってもいいことに聞こえるでしょうね。だって聞くね、決められた道がないわけだから好き勝手好き放題移動できるって考えるだけでもねすごい楽しいんじゃないのっていう風に思われる方多いと思うんですが、ポケットモンスターっていうのはそれこそこれは個人的なお話ですけど、もともとねゲームの着想がねレッドイットビーから始まってるとかそういう話じゃないですけど、レッドイットビーだっけ、線路の上をさ4人の子供が走ってる海外の映画から始まってる着想を得てるみたいなね話とかがあったかと思うんですけど、レッドイットビーじゃないねあれはね、何だったか全然思い出せないですけど、でもそういうなんていうんです、ある程度自由の世界の中にも決められてたルートがたくさんあったんですよ。でポケットモンスターっていうのはその共通体験、要は誰がプレイしたとしても同じような体験をして同じ体験の中に違うバリエーションが出てくる。例えばですけどね、初代のポケモンで例えるならば最初にゼニガメ不思議だね、人影どれをもらったかっていう時点で体験が分岐するわけですよね。なので例えばですけど一番最初に出てくるのがね岩タイプのタケシっていうのが出てくるんですけど、水タイプ草タイプに関しては言うほど苦戦することはないんですが、炎タイプの場合ね、火の場合っていうのは最初なかなか岩アークが倒せないんですよね。なので必要以上にレベルを上げるのか、その時点ではまだ水ポケモンとかとの出会いの供給が少ないので、まあ周りのポケモンをなんとか育ててノーマルタイプのポケモンとかをうまく育てていくとか、そういう風にして対応するのかみたいなことが求められていくわけですが、枝葉の中で自分だけの物語と思っていたが、実際問題それはある程度大人によって仕組まれている物語になっていて、でも気づかないからこそ幸せに展開できるみたいなね良さがあったと思うんです。なんですけど今回このスカーレットバイオレットっていうのが回る街の順番とかも全部自由だったので共通の体験があんまりないんですよね。でなおかつ本来で言うと街ってね入り口があって出口があってと、で出口のところにはねこの先14番道路とかっていう風に書いてあるところをテコテコ歩いてくっていう流れがあったはずなんですけど、全部飛び越えられちゃうわけですよ、柵でピョーンって。でポケットモンスターといえば個人的に非常に気になっているのが、毎回新作を買うたびにワクワクしてるのが新しい街に入った時の音楽なんですね。なんですが何でしょう、あ街に入って音楽が変わるぞじゃないんですよ。手前のところの崖からジャンプしてグラインドしてそのまま街にストーンって入ってジム倒してパーンっていなくなるみたいな感じだったので、あんまりねつまらないわけではないんですけど、曲が印象的にも残ってなくて従来のポケモンとかなり楽しみ方が異なっていたなと個人的には思うんですね。でそれがいいとか悪いとかっていう議論はさておきなんですけど、個人的にはねなんか知らないポケモンをやっている感じが最初から最後まであって、終わってみたけどもやっぱりわからないみたいな感じでね、これは今回のテーマトークじゃないですけどついていけてないんだろうなっていうのを非常に痛感しました。全然ね本当にポケモンとしては面白かったし物語とかっていうのも楽しめたしっていうところで言うと不満はないんですよ、不満はないんですけど、なんかこれがもしもノーマルになるのであればもう本当に分かんなくなってくるなと思ってて、だからあれですよね、子供の頃からポケモンはね毎作やってますからね、全作品続けてポケモンはやってますから、そういうところで言うとねもう随分長い付き合いなんですけど、随分とねついていけなくなってしまったなっていうことをですね感じることが増えるようになったというお話でございました。でさらにですけども
もしも、嬉しいタイプでついていけないよってお話がなければ、物は問わずで最近お気に入りのシリーズとかキャラクターとかあったら教えてほしいです。最近お気に入りのキャラとかか、なんだろうな、なんだろうな、それで言うと最近お気にないね。あのね、基本的にね、なんて言うんです、私ね、あのハマるまでが長いんですよ。ハマったら本当に長いんですけど、ハマるまでのハードルが高いんですよね。で、例えば最近あの404エラーゲームスタートっていうソシャゲを、あの稼働日から1日も欠かすことなくログインしてプレイしてるんですけど、それもやってる理由っていうのが、もうまさにゲームがおじさんホイホイ、要は昔のゲームっていう IP が、擬人化されていて可愛い女の子になっていて、そのキャラクターたちを使った、なんでしょう、シューティングゲームみたいになってるんですけど、もうそれこそスペースハリアーとか獣王機とか、ダイナマイトデカとか、ハウスオブザデッドとか、そういうゲームタイトルが要は擬人化されてる。でなおかつですね、セガ以外のメーカーのもあって、まあ機体塔とかですね、機器開会とかダライアスとかがあったりだとか、最近で言うと SNK プレイモアガロー伝説とかみたいな、なんかいろんなゲームがほんとごちゃ混ぜになってて、なんかソシャゲ界のスマブラみたいになってるんですね。でなおかつね、あの私あれなんですよ、あのそういう二次元の女の子の好みで言うと、なんかキャハンウフフンプルンプルンみたいな感じのキャラクター好きじゃないんですよ。なんか男ってこういうの好きなんだろうって言われてる感じがして、なんかちょっと小バカにされてる気がして、私はあんまり好きになれないんですね。なんですけど、あの基本的にはね、みんなダウナーな演技するんですよ。なんかなんていうの、例えばだけど技使った時とかさ、大体技使ったらさ、画面パーンなった時にさ、なんたらかんたらエクスプローダムふんたらかんたらとか言うじゃないですか。じゃなくてなんかね、普通にねボソッと気持ちみたいなことだけ言って技発動するとかが、あ、なんかいいねこの子たちと思って遊んでるんですけど、そんなもんかな、そんなもんかな。あとはね、興味が今一番向いてるものっていうのは、とにもかくにもストリートファイター6ね、これ好きなシリーズとかって言ってるのか分かんないんですけど、あのもう発売日がもうめちゃくちゃ間近に迫っていて、あの格闘ゲームっていうのはね、いつだって難しいんですよ。なんですけど、今回のストリートファイター6がね、かなり格ゲーライトユーザーに向けて、ゲーム自体が作られているっていうところがあって、あ、これはもしかすると格ゲーちょっと復権するのかななんて思ってね、ちょっとワクワクソワソワしていたりします。はい、とかねっていうのはあるんだけどね、やっぱね、おじさんになるとね、新しいものっていうよりかはナンバリングの後みたいな感じになっちゃいがちだね。まあもちろんながらね、新しいものとかっていうのもいろいろと見るようにはしてるんですけどね、やっぱりね、新しいものって新しい衝撃があって、その分面白いなって思えることが多いので、あのそういうところで言うとちゃんとチェックはしているつもりなんですけど、でもやっぱりね、なんて言うんでしょう、いかんせん、そこで言うと、なんて言えばいいのかな、新作をチェックするカロリーがね、年々高くなってる気がします、個人的にね。まあまあ、ここら辺はね、大人になってるといえば大人になってるっていう話ではあるんですけども、でもね、あのやっぱりだけどね、新しいものもしっかりと吸収ができるね、あのスポンジみたいなものの方がいい。でもこれは本当に年々年々老いていくなって思ってます。あの新曲がなかなか耳に入らないとかね、なんかそこら辺もつながってくる話ですよね。それこそ私なんかね、あの楽曲って言ったら昔好きだったのっていうのがね、やっぱりだけどバンプオブチキンとかってずっと言ってるんですけど、なのでバンプオブチキンの新曲は聞くんですけど、なんか新しいユニット、最近話題のユニットの新曲とか言われると急にちょっとピクンって、おだ誰みたいなあの感じに、ね、なっちゃうことがあったりしてね、ここら辺はついていけねえなと思うんですよね。しっかりテーマに乗ってんな俺ね、びっくりするぐらい、しっかりテーマに乗れてたのでよしとしましょう。はい、というわけでございましてね、来月のお便りに関してというところでございますが、5月のお題はこちらにてお手紙終了なわけでございますが、来月のお題はですね、これがなくなったら死んじゃうよっていうですね、お題で募集をしております。ちなみに私はね、あのゲームセンター
ターがなくなったら多分ですけどね、あの急にロックマンみたいになりますね。パン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 って言いながらね、あの弾けると思いますね。あのゲームセンターでね、未だにあのビートマニアをやってる勢としてはね、あのゲームセンターのあの筐体でビーマニができないとですね、あの徐々にですね酸素が薄くなる病にかかっておりますので、ゲームセンター大変だと思いますけどもね、これからも頑張っていただきたいと思っているところでございます。他にも私の場合ね、タバコとかコーヒーとかいろいろとね、なくなっては困ってはなくなってはいけない、困ってしまうものあったりするんですが、皆様にはどんなのがあるでしょうかね。こちらの方いろいろと教えていただけたら幸いかなというふうに思っているところでございます。何卒よろしくお願いします。というわけで以上、築地報告のコーナーでございましたとさ。あー、動画が撮れてない、投稿者コメントが貼られてない、サムネイルが間違ってる、あー終わらない、ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたフリートーク近況報告のコーナー。はい、ふつおたフリートーク近況報告のコーナーです。というわけでございまして、こちらのコーナーはですね、題目通り、皆様から様々な内容で、こちらご連絡、お手がお便りの方お待ちしておりますというコーナーです。というわけでこちらのお便り読んでいきましょう。まず1通目のお便りでございます。こちらペンネームサトルンから頂戴しました。ありがとうございます。またまたこんばんは、サトルンです。はい、どうもこんばんは。前回は誠にありがとうございました。とても感謝していますね。お手紙読ませていただいてね、いろいろとお話しさせていただきました。実は悩み事が2つできました。あらあら。1つ目は、今日音楽祭の曲決めがあったのですが、第一希望が被っていて、音楽祭実行委員だったので先生が作った網田くじで決めたのですが外れてしまいました。いろいろな人が絶対第一希望な、そうじゃないと殺すなどと言われ、明日学校でその結果を言ったらみんなから愚痴を絶対言われてしまいます。そういう時どうすればいいですか。なるほどね。先に、問い合わせの方を確認していこう。そして、どうすればいいですか。自分の守り方について教えてください。2つ目は、バイオハザードアンブレラクロニクルズをやっているのですが、イワンが2体出てくるところでつまずいています。アドバイスをください。お願いします。2つ目に関しては頑張れ。 OK ね。動画見てとしか言いようがないね。あとは頑張るね。ゲームというのはクリアできるようになってるから、何回も何回も何回も繰り返したらね、少しずつ分かってくる。プレイングがね、自分が下手くそでクリアできないんだったら詰めていくしかないね。ゲームっていうのはある種山みたいなもんだから、ゲームと時としてね、あのもちろんながら親切なゲームもあるから、全部が全部そうというわけではないけど、ゲームっていうのは基本的に山なわけ。登り方が分からない限りずっとつまずき続ける。じゃあどうしたらいいか、登り方が分かるまで戦うしかない。これがゲームっちゅうことだね。だからね、ここに関しては頑張っていただきたいなというふうに思ってるところでございます。さあね、すごいね。なんだろうね、第一希望じゃなかったら殺されちゃうんだね。大丈夫、サトル生きてる？生きてる？ね。冗談で言ったのか冗談で言ってないのかは知ったこっちゃないですけども、そのね、お友達の気分とかそこら辺もありますからね、なかなか難しいところなんですけど、自分を守る方法を教えてください。なるほど、気にしないことですね。終わり。本当に終わり。なんて言うんでしょう、例えば今回のって音楽祭実行委員だったから、だって音楽祭実行委員になった理由は何なん？例えばだけど、押し付けられた、いじめられてて押し付けられてしまったとかね、いろいろあるかもしれないけど、この音楽祭実行委員になった理由が1ミリでもサトルンの意識が介入してるんだったらしょうがなくない？だって音楽祭実行委員として曲決めたわけじゃん。曲決めるためのくじ引きをやったわけじゃん。それはしょうがなくね。それってさ、言い換えるとさ、野球の世界とかでもあるよね。ドラフト会議の時にね、指名が被ったらね、紙箱のなんか中からこうやってくじ引きやってね、勝った方が交渉権獲得みたいなやってるけど、あれの時もツイッターにあるよね、あいつマジ運ないな、死ねえよみたいなこと書き込んでる人とかいたりするじゃん。違うのよ、根本が間違ってる。根本根幹から間違ってる。何が間違ってるかっていうと、くじ引きにいいも悪いもねえんだよ。要はくじ引きっていうのは、平等な権利の中で誰かに抽選の当たりと外れを作るための仕組みが抽選なの。だから引いて当たり前、引けなかったらダメなんかないの、大前提として。だからくじ引きの結果に対してゴタゴタ抜かしてるやつがおかしいね、そもそも。だし、なんかそもそもだけど、じゃあ他のクラスと被らないものにすりゃよかったんじゃないのっていう話なわけ。まあそこまでの話し合いには至れなかったんだろうけど、おそらくね。っていう風に考えた時に、じゃあサトルンが引きましたっつって外れたわけじゃん。で
そこにあるのは外れたから曲を決めなきゃいけないという事実のみよ。で、中には例えばだけどね、何？サトルンのせいで私たちが歌いたかった曲が歌えなかった、うわーんみたいなやつがいたとするじゃん。うるせえよって話。うん。で、何？じゃあさ、例えばだけど何を受け止めて生きていくの？この上で。それ何が正解なの？何？くじ引きで勝てなかったこと？要は自分がくじ引きでもう一枚の紙を引いていたらみんなが歌いたかった曲が歌えたはずなのに、自分のせいでもう一枚を引いてしまったがゆえに選考から漏れてしまった、そのカルマを背負う。何そのカルマ。何？サイコロ振って3が出ました。うわー、死ぬまでこのことは忘れない。なわけなくない？うん、そんなわけないよね、はっきり言って。ええー、ですし、そんなに弾かなきゃ殺すってなったらお前が弾けよって話、そんなに熱量あるんだったらお前が詳細の実行委員やれよっていう話。うん、だからあのね、これに関してはね、なんだろう、サトルン以外にも言うんだけど、なんでいちいち受け止めるの。うん、あのちょっとねおかしいなって思ってることなんだけど、そもそもとしてそのキャッチャーボックスに入ってミット構えてボール当たって痛いっていうんだったらキャッチャーやんなきゃいいんだよ。うん、だってそうじゃない？あのわざわざ痛いボール当たって、あ痛い痛いっていう必要なくない？1ミリもなくない？だけどなぜか知らないけど世の中の人間っていうのはやたらめったら声を拾う。だ、例えば知ってるよ、ゲーム実況者っていうのがね、他人のふんどしで金稼いでるゴミクズの集まりだって5チャンネルにいくらでも書かれてるの知ってるよ。で俺は自分の中での流儀があるから、広告収入もオフにしてゲーム実況やり続けてるからお金はもらってないって言ってるけど、そもそもだけど大前提としてお前誰だよって言われる、そんなこと言っても。俺チャンネル登録者数約3000人いるんだけど、3000人しかいないゴミは帰れって言われて話にも入れないね。でさ、わざわざそういうのを見て拾って落ち込む必要どこにあるんだろう、落ち込んで何が待ってるんだろうっていう話。うん、あの俺もメンタルめちゃくちゃ豆腐だからわかるよ、受け止めたくなる気持ちというか辛くなる思いとかそういうのは分かってはないことはないつもりだけど、なんていうのかな、じゃあずっとうまくいく人生ってどこにあるんすかね。そりゃがあればいいんですけど、いかないんすよ、うまくは。やっぱりあのこの前もちょっと話したかもしれないけど、人はハッハと笑って64、しくしく泣いて36、だから64対36で楽しいことの方が待ってるんだって話したかもしれないんだけど、64楽しいけど36つまんないんだよ、嫌なことなんだよ。人生トータルバランスで見たらいいことの方が待ってるだけであって、悲しむことも絶対にある。だから葉っぱ60しかねえんだから、64しかねえんだから、36分はしくしくでも待ってんだからね。で問題はこのしくしくをどう受け流すかの技術を養うことが大事なの。例えばだけど友達からこういう風に言われてます、友達から言われないようにする方法を教えてください、そんなのこの世にないよ。うん、いじめをなくす方法を教えてください、戦争をなくす方法を教えてください、ロシアとウクライナの戦いを今すぐ止めてください、不可能だよ、どれも全部全部できないね。なんでかって言ったら自分以外が必要じゃん、他人が関わるんだよ。他人が関わるってことは自分自身じゃどうにもならないっていうことなんだよね。例えばだけど俺だってさ、はっきり言うよ、こうやって配信者やっててさ、八神さんのこと大好きですとか言ってくれる人いるたんびにさ、ニコニコするよ、はっきり言って。めちゃくちゃ嬉しいもん、ありがとうってなる、まあ、ありがとうってなるけど、だけどやっぱりペイングとかそこら辺で誹謗中傷も受けるね。あのデブのくせに調子こいて顔出すなとか言われたことあるしね。あのなんか何、信者ビジネスは楽しいですかみたいなこと言われたりとか、いろんなことしてきたよね。だけどそれをさ真に受けてさ釈明してさ、誰が聞いてんの、いるのそいつ本当にこの世に、それすら分かんなくね。そんなやつらにさ熱量かけて熱量注いでさ、違うんですこうなんですああなんですって説明してる時間があるんだったら、俺は俺のことが好きなやつと話してたい。うん、だってしんどいじゃん冷静に考えてね。それこそ本当にそのコミュニケーションのやり方を考えさえすればね、もっといろんなやつといろんな話ができたりとか、それこそ俺のこと好きって言ってくれてて、俺なんかと通話したいなんていう風なこと言ってくれるやつがいて、で俺が通話したらさ喜んでくれるやつがいるわけじゃん。じゃあそんなバカなやつとの会話やってるより、その好きなやつとの会話楽しんだ方がよくない？
ね、要は人生って有限なわけじゃん、時間がね。まあ平均してね、70代80代ぐらいで亡くなるって言われてますけども、70代80代で亡くなるってことは生きていられる日数なんて2万4000日とかそれぐらいしかないんですよ。2万4000回お布団の中に入って寝たら死ぬんすよ、人間は。だから2万4000回お布団の中に入って寝るまでの間に何が果たせるかなんですよ、人間は、って俺は思ってる。うん、だからそういう風に考えると、なんていうのかな、ゴミくずみたいなものに目を向けてる暇がない。うん、忙しい、楽しいことがたくさんあってね。だってそれこそ俺なんかはゲーセン行くの楽しくて好きなんだけど、家でずっと、例えばだけど俺に対して誹謗中傷をしてくるようなさ、ペイングをわざわざ開いてさ、3000文字ぐらいの長文を書いて、これがこうこうこうでこうこうこうでこうなんです、だからこれがこうこうこうでこうですみたいなさ、反論をしてもいいさ。で何が待ってんの、反論して帰ってくる保証もなく、それを送ったところで誰も幸せにならない。だったら俺のこと好きなやつに対してね、手書き、手紙のお手紙でもなんか一通したためてね、写真でツイッターで貼った方がまだよくね、きっと、わかんないけど、って俺は思うんですよ。なので、あの、自分を守る方法じゃなくて、そもそもなんだけど、まあしょうがないよね。音楽の実行委員でくじ引きやった、外れたから友達から妬まれたね、それ自体はまあ一連の流れとしてはありえるってところは十分理解するんだけど、その友達の言葉真正面から聞かなくてよくない？だって自分を守る方法って聞いてるけど、ボール真正面から受け止めに行ってたらさ、痛えじゃん。じゃあいいじゃん。おい、サトル、お前のせいで曲か、お前違ったじゃねえか、どうしてくれんだよ、お前、マジお前、ぶっ殺すだよ、めこの野郎。ごめんね、くじ引きに必勝法でもあればよかったんだけどね。もう終わりでいいよ。もっと手前でいこう。ごめんなさい、終わりでいいよ。だって、そいつと会話するの無駄でしょ。だったら、ごめんなさい。おい、聞いてんのかよサトル、ごめんなさい、ほんとすみません、ごめんなさい、だからどうしてくれんだよ、ごめんなさい、すみません、ごめんなさい、これでいいよ。ごめんなさいとすみませんを同時に交互に繰り返して、繰り出して終わり。それでよくない？だってそれ以上になんかできんの？責任ってなんかあんだっけ？学校の合唱祭のくじ引きって責任取らなきゃいけないんだっけ？責任取るために契約書かなんか巻いたんだっけ？なんもないじゃんね。だから痛みを耐える方法を俺に聞いちゃダメよ。痛みに耐える方法なんか知らねえから、痛えものは痛えものじゃなくて、当たりに行かなくて当たらない方法を探すべき、ないしは速攻で丸く収める方法をもう確立するべき。もうごめんなさい、ごめんなさいって言ってれば、おい聞いてんのかよ、ごめんなさい、ごめんなさい、だからごめんなさいじゃねえんだよ、ごめんなさい、ごめんなさい、会話する気ないですよってごめんなさいに込めればいい。なんだよこいつ、頭おかしいんじゃねえか、行くぞてめえら、おい、ごめんなさい、ごめんなさい、うわあぶえって終わりで言う。うん、で殴られそうになったらあれしよう、顔とか腕とかでガードしよう、ちゃんと後がつくからね。いじめは立証したら立派な罪やで。だから別にそういう戦い方はいくらでもあるの。だから私から言えることはただ一つ、転んでもただでは起きない男になってほしい。そしてボールに当たりに行くな、そもそもね、ボールに当たらない方法はいくらでもある。真面目に考えすぎるの、受け止めようとするな、全てを受け止めるような必要はどこにもない。もっと君は自由でいていいはずだ、そして我々はもっと自由でいていいはずだな。だからね、もっと楽しんでこうぜ。うん、それぐらいでいいんだと思うよ、個人的に。だけど気楽にね、気楽に。はい、エンディングの時間です。こちらの番組では皆様からのお便りを募集しております。こちら概要欄、それぞれのプラットフォームからですね、こちら お手紙の方を出しできますので、よかったら興味がある方覗いてみてあげてください。というわけでエンディングのお時間でございますね。改めてではありますけどもね、本当にみんな真面目だよね。なんかやたらめったらみんなの言葉それぞれを受け止めるよね。文字面同士でなんか文字面をしっかりと見た上でしっかりと落ち込むよね。無駄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 。落ち込むのは自分が大切だと思ってる人に見放された時でいいんだよ。ね。で、その時に、なんだ、躍起になって取り返せばいいんだよ。自分が好きでもないような相手のこと、相手のことが自分が別にそこまで好きでもない人からさ、なんかひどいこと言われました。好きでもない人から言われたんだからどうでもよくない？
ねえ、好きな人から言われるもう別れましょうとさ、好きでもない人から言われるもう別れましょう、いつくっついてたの方がさ気楽じゃない？うん、で俺は思うよ。なのでね、もっと気楽にね、健やかに伸びやかにね、あの過ごす処世術をね、少しでもサトルンが見つけてくれることを祈るばかりです。なんか日本人は本当にね、何でもかんでも真正面からガシーガシーって受け止める傾向があるなと思うんですけど、なことしなくていいんですよ、疲れちまうぜ本当にね。だからもっともっとね、気楽に適当にって言ったら失礼かもしれないけど、それぐらいの温度感で、あの一個一個の物事を見てあげたらいいんじゃないかなと個人的には思いました、とさというおじさんのお話でした。というわけでございまして、今週もこの辺でまた来週水曜同じ時間にお会いしましょう。というわけで See you next time, stay tuned. バイバイ、皆さんおやすみなさい、お疲れ様でした。